次の曲に行きたいと思うんですけど、次の曲はちょっとバラードでしっとりした感じの曲を歌いたいと思います。2曲連続でさせていただくんですけど、その2曲目は皆さん知ってる方も多分いると思うんですけど、愛子さんのカブトムシという歌を歌わせていただきます。はい、すごくバラードでしっとりしてて女の子の可愛い部分を歌った曲になっているので、皆さんちょっとゆったりこう乗りながら聴いていただけたら嬉しいなと思います。はい、そして3曲目は結構すごく有名な曲で、皆さん知ってる方が多いと思うので、一緒に口ずさんでいただいたり盛り上がっていただけたら嬉しいです。それでは2曲連続でどうぞ。しまって嵐もどんどん
出てくるのでよかったらこの後も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。みんなさっきでした。ありがとう。